朝鮮のグアム周辺へのミサイル発射計画に対して、日本から観光でグアムへ向かう人からは心配の声も上がりました。お盆休み中ということもあり、チェックインカウンターには長い行列ができているんですが、グアム行きの方からは不安の声も上がっています。飛行機で当たるんじゃないかとか、まあ、帰ってこれないんじゃないかっていうのは、はい、心配になりましたね。まあ、予定もしてたんで、はい、行ってきます。ちょっとびっくりはしましたけど、でもだから行かないっていう選択肢はなかった。もう取っちゃったしキャンセルできないしあんまりそんな不安はないです。なるほど、現実味がなさすぎて。